んにちは、今日はですね、移住者あるあるっていうんですかね、田舎に移住した人たちが必ず通る、ピザ窯ってあるんですけど、ついにね、僕もそのピザ窯に挑戦しようかなと思います。というのもね、ここ見てもらえますかね、ご近所さんがね、やっぱりピザ窯を使わなくなってきますよね。こういうのはやっぱり作って満足するっていうところが多くて、日常使いまでこう落とし込めるっていう人はね、やっぱ少ないんじゃないかなと思うんですよね。というわけで、その際にね、使っていたというこの耐火レンガたくさんね、もらうことができました。結構ね、いろんな加工もしてあって、こう斜めになってたりとかね、こういうのはちょっと素人では難しいと思うんでね、結構面白いなと思ったんでもらったんですよね。で、仮組みしてみた時に足りないなと思ったところは、ちょっと別にね、買ってきました、耐火レンガですね。で、まあまあこれでできるんじゃないかなと、もし足りなければまた買いに行きます。で、ピザ窯を作る準備として、この耐火レンガと、あと耐火レンガをつなげるための、耐火モルタルというんですかね、そういったものも買ってあります。まずはこのピザ窯を置くための土台を作らなくちゃいけないですね。で、どこに作ろうかなと思って考えていた時にですね、まあ、ここが思いついたんですよね。ここ僕の小屋のここ、滝口の横ですね。で、ちょうどここに屋根があるんですよね。この屋根の下に、まあ、極力最小限で、あんまりこう大げさなものではなくて、非常にこうコンパクトなね、ピザ窯をここに、作りたいなと思っています。あ、こっち見てもらいましょうかね。で、昨日ホームセンター行って、このコンクリートブロック、コンクリートブロックにもいくつか種類があって、まあ、その際のね、動画もちょっと撮ってあるんで載せますけども、熱いっすね。これでどうですかね。まあ、できるだけ安いコンクリートブロックということなんですけども、コンクリートブロックにもね、いくつか種類があって、これはね、角が、削れてないもの、コーナーが出てるものですかね。外から見たときに、こう、綺麗になるようにね、このコーナーのコンクリートブロックを買います。でね、あと建設作る時にこういったワイヤーメッシュってあるんですけど、入れた方がいいんですけど、これはね、うちにまだ余りがあるんでね、今回買うのはこのくらいでいいのかなと。さて、いくらになりますかね。多分全然安いですよ。予定ではね、2000円ちょっとでいけるんじゃないですかね。わかんないです。よし、うわ、ラフランスですね。いくら、1000円だって。本当にできるんですかね。できたらいいですけどね。昔こういうの買ったんですけど、ことごとく買えちゃいましたね。はい、そうですね。この、まあ、先ほどね、ホームセンター探してきたな、この片っぽがですね、まっすぐにというコーナーっていうんですけど、こういったものをね、選んできました。まあ、これは見た目の差です。こっちの方がいいかなと思ったんで、これを買いました。で、あとはセメントですね。土台とピザ窯の間には、天板みたいなのが必要なんですよね。天板。で、その天板を作るために、このセメントと砂を買ってきました。はい、結構ね、やることはありますね。まあ、あまりにも長くなったよ、なるようでしたら、まあ、何回かに分けようと思うんですけども、まあね、せっかくね、耐火レンガもらえたんでね、できるだけね、いいピザ窯がつけたらいいなと思っています。で、特徴としては、煙突のないタイプですね。こう、滝口から煙が奥を回って、ぐるーっと回って出てくるみたいな、そんな形のピザ窯を考えていますと。よし、じゃあね、まずは土台作りからいきましょう。で、この土台はですね、だいたい奥行きがですね、50センチぐらい欲しいんですよね。ピザ窯の奥行きが。それはピザ窯を仮組みしてみて分かった数字なんですけども、だいたい50センチぐらい、ちょうどこの差し金のサイズですね。普通にね、土を突き固めて、その上にこういうコンクリートの板を乗せると、それだけでいいかなと思います。いや、久しぶりですね。下、なんか、多分なんか虫とかいっぱい住んでると思うんでね、あんま見ない方がいいかもしれない。どうですか。あ、そんなこともないですね。意外と綺麗でしたね。うん、はい、よいしょ。重たいですよ、やっぱり。よいしょ。あ、どんくらいだろう。3、40キロあるのかな。うわ、重い。さあ、どうしましょうか。一応奥にですね、こういったコンクリートブロックを置いて、高さが一緒になるといいなと思っていて、ちょっとだけ削ればいいですかね。まあ、そんな感じでやっていこうと思います。
ここに持ってきて、タンパーで、突き固めると。で、最後にこの板ですね。先ほど前に乗っていた板を2枚並べるといったことをね、今やってますね。まあ、土台の、さらに土台作りといったものですね。で、厚みがね、こんぐらいしかないので、もっともっと土を盛らないとダメですね。今ですね、仮組みですね。仮組みをしています。で、考えることはですね、この上の小さな屋根、ここだけしかないんで、まあこの下ですよね。この真ん中ぐらい。となると結構端っこに見えるかもしれないですけどね、屋根的に見ると大体まあここら辺じゃないかなと思っています。まあ、こんな感じの出来上がりですね。で、この大きさの天板をコンクリートで作って乗せるといった感じでどうですかね。真ん中は空洞ですね。上から見るとですね、コーナー、コンクリートブロックの、ね、コーナーを使ったのはこの3面だけですね。でこの1面はもう家にあった古い、ただのね、ノーマルタイプのコンクリートブロックですね。で、全部で3段と。大体こう、ここでね、この上にまた天板が来て、ここに来る。まあ、ちょうどいい高さなんじゃないかなと。こう、路障がここら辺ですね。まあまあ、いい高さで、こんな感じでいいんじゃないかなと。組んでみた感じ、モルタルネットね、固める必要ないなと思ったんですよね。そうすれば、まあ、撤去することがあるかもしれないんでね、その時も楽なんで、もう土台はね、コンクリートブロックを重ねただけにしました。で、この次はですね、この上に乗せる天板ですね。モルタルで天板を作ろうと思ってるんですけども、まあ作り方なんですけども、まあまずは型枠ですよね。型枠を作ります。で、土台には適当な合板ですね。もう古い、まあ廃材の合板を持ってきました。で、サイズはですね、まあ、これは50センチ四方なんですけども、手前側に少し、出っ張らせたいと思うので、50×60センチという形でね、作っていきたいと思います。まあ、こんな感じにして、インパクトドライバーでね、コースセットで打っていって、ここに、モルタルを流していくと。まあ、そんな感じですね。で、モルタルを流す際はですね、まあ、一応、こういった、もう錆びちゃってますが、ワイヤーメッシュ、こういったものを入れておくと、割れづらくなるといったものがあるんでね、これもサイズに切って、中にこう仕込んでいこうかなと思います。あとは、まあ、モルタル流し込むんですけども、このまま入れちゃうと、この鉄がね、表面に出てしまうってことになるので、ちょっとこれを浮かす必要があるんですよね。なんで、まあまあ、下にまあ砂利かなんか入れてね、ちょっと浮かせて、その状態でモルタルを流し込んでいきたいなと思います。次はモルタル作りですね。今残っていたセメントがあったので、残っていたセメントに対して、砂を測ってですね、このはかりで測って、でお水も汲んできました。で、まずはね、水入れる前に砂とモルタルをよく混ぜてから水を入れる方がいいですね。よし。で、水も全部入れずに、気温によって硬さが変わるんで、ちょっとずつ入れていった方がいいかもしれないですね。よかったですね。水そんな入れすぎないで、少しずつ入れてよかったですね。もうこんくらいで十分かなと。そうですね。今流し入れていくんですけども、天板の厚みは、まあ4センチ目安に、やっていこうと思います。で、4センチのところですね。
一応あの鉛筆なんですけども書いてあります。大体その線を目安にね、流し込んでいきたいなといったところですね。うまくゆっくり流していかないと落ちてしまうかもしれないんでね、はい、よいしょ。まあ全然足んないでしょうね。よし、昨日買ってきてよかったですね。振動させて中の空気を抜くっていうのもあるんですけど、うちにはないんでね、こう一生懸命こうついてあげて中の空気を抜いてあげましょう。今ですね、2度目、足りない分ですね、また新たにモルタルを練って、このコテでね、綺麗に頭の方、表面ですね、鳴らしました。これが固まったら、ここの、まあコンクリートブロックを重ねただけですけども、この土台の上に乗っけてあげると。で、そこからですね、ようやく、ピザ窯作りに入っていくといったところですね。ちょっと中に一段耐火モルタルで板を作って二段構造にしたいなと思ってるんですよね。煙突がないけど二段構造になっていると、まあ、そんなピザ窯を今想定しています。まあ、まずはこの土台ですね、これがうまくね、まっすぐにできてくれてればいいなといったところですかね。じゃあもうね、使いましょう、お風呂入りましょう。いや、あ、で、あとそうそう、これね、本当にね、不思議なんですけどね、猫がね、こうなんかコンクリート系には猫がね、こう寄ってくるっていう、なんかありますよね。これ、乗せときます。このお風呂場もね、なんかこう猫が足跡つけてきましたもんね。よし、よし、今日はここまで。はい、こんにちは。これからですね、お風呂を炊くんですけども、この煙突のところに、これアカシアの木なんですけどね、よく薪で出てくる偽アカシアじゃなくて、偽がつかないアカシアなんですけど、すごい勢いで伸びてしまってね、もうちょっと煙突の脇に来てちょっと危ないかなと思うので、まずはね、これを剪定してから今日は始めたいと思います。よいしょ。はい、まあ、とりあえず今回で最低限切りました。また伸びてきたらね、切りますね。アカシアの葉っぱはね、可愛いんで気に入ってるんですけど、トゲがあってね、あとちょっと生育旺盛ですね。